今回の兵庫シーライブでは、広瀬栄養父市長に海に関するお話を聞きました。ここ養父市と海の関わりというのはどんな関わりがあるんでしょうか。養父市は兵庫県の但馬地方にありまして、県内で一番高い山、氷ノ山、はい、山ですからね。秋になれば紅葉して落ち葉になって、それが積もって、微生物とか食べたりで朽ちて、でそれらが栄養分になってまた水に流れ込む、うん、それらの豊かな水が、急流となって流れていって、そして本流の丸山川に合流して日本海に流れていく。で、海の生物にとって栄養豊富なこの水、うん、これで微生物が育ってプランクトン、それを餌にしてまた魚介類が育っていく。豊かな海の一番元になるのが我々源流の養父市だろうと思っておりますので、ね、現在海の環境問題には海ごみというものがありますけれども、ね、この問題については市長はどういうふうにご覧になっていますか。ビニールの買い物袋、いらなくなったらポイッと捨ててしまったりとかですね、いろんなことがありまして、そういうゴミが流れに乗って川を流れて海に出ていくというようなことになっていますね、はい、で上流に位置する我々としてもしっかりと責任を持って回収する必要があると思ってますね、うん、そのために何か活動などはされているんでしょうか。そうですね、丸山川そのものですとやはり市民の方々、全員ですね、丸山川を美しくする協議会というのを流域全体で作っておりますので、その皆さん方でゴミの回収をしたりとかですね、しているところですね、はい、そういった活動の一つ一つが海の未来を守ることにつながっているわけですね。そうですね、はい、それでは最後に、はい、市長が考える理想の海の姿を教えてください。綺麗な海といいますか、ゴミが流れ込まない、それから汚染されない海、これは我々今この地球上で生きている、人類としてこれはしっかり守っていくことが大切であります。それが我々人々にとって安全な、地球を確保していくというのは最も大切なことだと思っております、はい、うん、海と日本。